はい、皆さんこんにちは、あちでございます。信長の野望戦国軍位で目指す本能寺の変ですね、やっていきたいと思いますが、いやまだ起きない。本能寺が起きないね。どうなんだろう、本能寺が起きません。はい、もう税率また土佐で起こったんだね、これ一気が。お、来た。おー、来た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 。我が敵は本能寺にありと。おお、おー来た。お、秀吉さん出しましょう。これ逃げれるかな。はい、硬いよ、うちの門硬いよ、本当に。うわ、でも結構削られてんな。あ、やっと来たわ。あ、でも早かったね。どうしよう、地形って何？あ、これで地形を見れるのか。あ、でもこれ逃げれるよね、どう考えても。おお、もう開門されてた。5日で開門されちゃった。強いなあ。と頼んだよ、秀吉さん。うほほほほっと。おい、おお、もう開けれないの？自分で門開しないといけないの？いや、逃げれない。おー、逃げれないのね。はい。おお、怖いね、これ。とりあえず、逃げましょう。今回は一発逃げましょう。あれ、開いてるよ、門。あれ、もう開けられたのか。おお、怖い怖い。わあ、秀吉さんには目もくれず。いやー、あ、セーブしときゃよかったな。いや、でも待てよ。今回はまともに勝負しましょうか。よぉ、そんなに一気に来るの？なんかできない？なんかできない？なんもできないだろうな。おぉ、向こう兵一人も知らず。ああ、これで。はい、ノブルに捕まっちゃいました。おお、おお。あ、待てよ、秀吉さん捕まったら誰に次はいいんだ。おお。はい。誰に継ごうかな、誰がいいんだろう。秀吉さんも捕まっちゃったからね。あー、切られちゃった。あー、秀吉さん家臣になっちゃったね。なるほど。どうなるんだろう、これちょっとしばらく見たいよね。これでちょっと委任をすべて外すと、あ、委任じゃないわ。全部委任にしちゃうと、どうなっちゃうんだろう。ただ、次誰にしたらいいのかわかんないね。これで下手すると、中世度めちゃくちゃ下がっちゃうんだよね。
芋場なんの？あ、違うわ。え、こんなの長宗我部さんにしたらまだ、あーでも長宗我部さんにしてもいいな。というのもね、え毛利さんにやられちゃったからね、長宗我部さんね。ああでも北条さんもいいな、お世話になったしね。でも北条さんもいい年だよね。ということはやっぱ長宗我部さんにするか徳川さんにするか。あーあと信忠さんね。あ、信忠さんで行こっか、若いし。はい、信忠さんで。いやー、じゃあこれで、おお、おお、あ、それだけで済んだ。どうなるんだろう、ちょっとこの後見たいね。あの見てみたいんだけど、私あ、で播磨にいんだ。うわ、こんな悪いとこいんのか。じゃあとりあえず、え、ちょっと待ってね。ちょっと待って。山城があの、もう、あと、吉川さんの色になってるんだけど、どういうこと？あ、あ、違うんだね。あー、こんな感じになるのか。とりあえず、私は、お金が裕福なところに行かないと。稲葉田島どう？あ、お金あるわ、めちゃくちゃ。稲葉田島に行きましょうか、とりあえず。武将の移動で28国に私だけにしましょうか、とりあえずね。はい、と。で、誰にしようかな。これ石川さんがいいね。はい、と。で、あ、しまった。先に委任しないといけなかったんだね。さあ、さあこれで委任を外しますよ。上司交代。まず丹波。丹波、西高さん。西高さんが結構いいんだよね。西高さんは有能だったと思うので、あと伊予。伊予は武田のかっちゃん。で、委任ですね。で、阿波。阿波は宮部さん。で、委任して、播磨。あー、石川さん。あら、石川さん謀反起こしたんだよね。あれ、石川さんじゃなかったかな。あー、誰にしようかな。あ、滝川さんだ。はい、これで、あと、うわー、調整下がってる。かっちゃん75まで下がってる。ここお金ある？あるね。でもちょっとパラダイス行きたいな。丹後に行こうか、私。あ、丹波に行こうか。丹波に行ったら、パラダイスなんだよね。丹波に行っちゃおう。とりあえずちょっと隣国で怖いけど、パラダイスだからね。はい。はい、かっちゃんね。はい、委任しましょう。あ、ここは兵士354いるんで、これでちょっと様子見ましょうか。山城誰か攻めてくれるのかな。すごく他力本願だけどね、私の兵ちゃんとあるのかな。いや、中世悪いな。いやだ、来ましたね。敵は本願寺にありと。で、この後、今度逃げる方でやってみましょうか。ただ、この後もちょっと見たいんですよね。見たいので、いや、この後解いてくれるんじゃないかなと思ってましてね、実は。ということなので、いやー、でも見応えあったなー。あんな感じになるのか。とりあえず調整上げないといけない。うわ、悪っ！まあ、あんまり裏切ることしないと。ああ、もう。
行動力ない。えでも信忠さんはそこそこ、あーでも政治戦闘69-70か、悪かないけど、ノブリンに比べたらちょっとダメだね。じゃあこれで任せましょう。丹波の年貢率、35にしましょうか。小付けで、小寺さん、はい、いましょう。はい、どうぞ、飲まれたもしれないので、ああ、ちょっと待って、ノブリンの代わり出てくるんでしょ。本能寺の変起きてよかった。おお、秀吉さんが会いに来たわ。秀吉さんが会いに来たか、逆にこっちから秀吉さん抜いちゃおうか。はい。あ、軍師の人いるかな、酒井さん。100。あ、来る。え、丹波にかっちゃん来たの。おお、来た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 。わあ、来たわ。ちょっと待って、あなたの忠誠度は、あ、悪くない。あー、秀吉さん義理の人だったんだね。あと小原さんだね、取るとすれば。それをかっちゃんがね、秀吉さんをヘッドハンティングするのにいいよって言ってくれるのがすごかったね。あら、あ、小原さんだね。使いに送るのは誰にしましょう。あ、秀吉さんで100。あ、いや、もうこの人だけでいいわ。でもスーパーマンだからね、この人ね。いやー、小原さん、いや、忠誠度めちゃくちゃいいわ。あとは下妻雷龍さんか、ちょっと入れときましょう。いやー、あ、しかも兵士まで抜いてきてる気がする。なんか、あ、違うか、兵士増えたのは皆さんが来たからか。いやー、ちょっと攻めてほしいけどね。ちょっと状況見てみましょう。22国ね。竹山さん行けますか。あ、忍者どもに任せておけばと。あ、でもここあれか、兵士は一応増やしてますが、忠誠めちゃくちゃ低いね。おとたガンガン寝返ってきそうですけど、あ、でも金と兵糧すごいもんね。ここパラダイスだからね。あ、じゃあ私で攻めようかな。行動力足りませんか。足りないか。サヌキイオが攻めるかな、あ、サヌキじゃないわ、アワイオが攻めるかなと思ったんですが、攻めませんね。さあ、信忠さん何しますか。とりあえず平野と言いましょうか。徴兵ね、斉藤さんで25。はい、草は兵力ですなと。はあ、信忠さんに入れときましょうか。ただ明智の道は強いんだよね、これね。560人もいるんだけど、まだあれできないんだよね、再編成ね。あ、できる？よし。あ、かっちゃんが来たか。あ、半蔵さんいるわ。半蔵さん連れてってもいいかもわかんないね。あ、でも半蔵さん、あれが悪かった気がする、忠誠がね。あ、私100でしょ。で、小原さんに100。で、秀吉さんに100。で、かっちゃんにも100。で、半蔵さんにも100あげよっか。
であと17人竹山さんに、お、 60? あらら、そんなあったのね。あ、17っていうのは選べるあれだね。おいおい。で、訓練は、あ、訓練言うことないね。全然言うことないね。さあ、ちょっと移民がね、攻めてくれるかなと思ってたんですけど。あ、あれがないんだ。ダッサ。あちゃー、あちゃー、何してんだ。もうボロボロになってきた。あ、よかった。あ、服部半蔵さん。いやー、また同じ、もう昔と同じ鉄踏んじゃった。これはもうほんとやばいな。か、ちょっと、あー、これあれだな、もう君主がフラフラだわ。いや、てか私がもう大バカだわ。これ単語若さって米あるかな。うわー、全然ないわー。あら、ドツボ踏んでるな。近江に行こうか。近江めちゃくちゃ でかかったよね。いやー、これはダメだ。とりあえず、あーと、もうね、信忠さんはもう全然使えないのでちょっと別で考えよう。ね、軍師誰つけるかな。あ、小原さん置いとこっか。いや、でも一緒に移動した方がいいね。誰残す？あー、いやー、もう見事なボロボロ具合だな。かっちゃんだけ残そうか。いやー、いい、もうパラダイス2つ取られたわ。しかもセーブしてないっていうね、どうしようもない状態なので。あ、ヤマケンさんとこいいわ。で、かっちゃんだけ残そうか。うわー、もうこれ、うわー、行動級どうしようもないわ。いや、私残そう。私残して、あ、小原さん、あー、いやちょっと待ってね。いや、使えない。悲しくなっちゃった。で、かっちゃん残して秀吉さんと2人でいいか。うん、の2人で、はい、いってらっしゃい。で、人事で、上司交代、19国で、ヤマケンさんちょっと怖いので小原さんにしましょう。いいにしません。で、次攻め込もうか。いや、ちょっと本当になんか頭きちゃった。いろんなところに自分にもだけど。いや、自分が原因だね。いや、委任したらコン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 攻めてくれっかなと思ったんですが、じゃあちょっと終わっておきましょう。じゃあこの辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。